どうも、今回ヤドランが強化されたということで、ヤドラン使ってランクマッチ潜っていこうと思うんだけど、まずはね、特性の鈍感に変更点があったっぽくて、効果が少しの間失った HP を貯めておけて、で、あとは技を相手ポケモンに命中させると、貯めておいた HP を少し回復できて、同時に相手のポケモンの特防を少しの間下げるっていうのに変更されたんだよね。特防をね、下げるっていうのはね、まあ、めっちゃ嬉しいね。つまり火力をね、感じやすくなったってことだもんね。だってダメージをね、その分下げた分だけね、与えれるようになるからね。で、あとは、なんだっけ、熱湯。熱湯も強化されて、これ相手ポケモンに当てるダメ、相手ポケモンに当てるダメージ量が増加されて、で、技によって自分にね、与える効果も強くなりつつ、でかつ相手ポケモンに与える効果も強くなるみたいな。まあ、多分そんな感じだね。で、熱湯って、相手に当てることができると、やけど状態とかにできるんだよね。で、やけど状態にさせれるとね、相手の攻撃力を 50% 言い過ぎ、マジで持ってる。30% を下げたりもできるから、これ流れ変えていくわ。ね、あれ、水鉄砲当てて。惜しい。まあまあ、しゃあない。2回決めておけるんだったら、まあ、オッケー。まあ、多分そのやけどの関係の効果が多分強くなったんじゃないかな。あとはね、ド忘れだ。ド忘れも変更点があって、ド忘れはね、一回ド忘れ打ったら、次の熱湯とか波乗りの火力が上がりますよっていう、ダメージ量が上がりますよっていう、そういう効果だったんだけど、それがね、まあね、なくなっちゃったね。まあ、それはちょっと、悲しくなっちゃったね。だってもう、火力を感じるね、技に、存在価値ってやっぱもうないんで、やっぱり。重症。重症なんで、やっぱりもう。だから今回はテレキネンシスとあれでいこうかな。うわ、最悪取られた。舐めてた、正直。舐めまくってたな。相手のあれをな。体力をな。体力少ないからいいやと思って。雑になっちゃったね。ザリガニももう全部敵に行かれちゃったか。オッケーオッケー。じゃあ、あとはファイアローが下に行くタイミングとかで、しっかりと下に入っておいて早めに下に割れたりしたら、結構ね、いい感じになるからね。あとそうだ、今回の持ち物だ。今回の持ち物は、物知りメガネに進撃メガネに、あとこだわりメガネっていう、もう特化構成なんで、まあね、ゴールをしっかりと序盤決めてね、特攻をね、バシバシに高めていきたいね、やっぱり。なんか欲張りスも、じゃんじゃかじゃんか決めてる。68か。いい、めっちゃいい、めっちゃいい。これはもうピカチュウやるぞ、みんなで。ファイアローなってるんだったら。またしっかりと、ガンガン行こうぜと。いけるかな、いいね。いいね。ちょっと怠ける一旦打っておいて、で、しっかりとここで、熱湯を打っておいて、焼き散らかす。いや、素晴らしい。いいね。で、ちょっとあとは、味方がね、あれ、耐えるから、テレキネス打って捕まえたからの、引き寄せて、みんなどこ行っちゃうのっていう。熱湯を打っておいて、いや、いいダメージ。で、白竜も、やっぱ攻撃力依存だったりするから、まあ、しっかりと、白竜のね、火力も下げて、やっぱファイアローが少しでも生き残れるような感じに、まあ、していきたいよね。やけどにさせて。やけどダメージ結構でかいっていうのもいいよね。意外とやけどダメージでかくて、あれなんで敵やれたみたいな感じになったりもね、結構したりするからね。まあ、もうせっかくやれてんだったらもう敵パキをこう、敵が来る前にしっかりと、まあ、刈り尽くしていけたら結構最高な感じになるから、オッケー取っておいて、あとは相手ピカチュウを捕まえますよと。捕まえる前に行ったんだから、あのように。じゃあ、あとは上で向かいつつ、まあ、適当に処理だね。まあ、ロトムは多分取られちゃうと思うんだけど、まあ、1個目のゴールぐらいだったら全然割られても痛くないからね。ロトムはもう取られても2個目のゴールの手前あたりで処理できればいいからな。ロトムそんな、はいや、ロトムやるの。はいや早すぎる。もう爆速で勝ってんだけど、まあ、しかも1個目のゴールが割れるとさ、多分ね、氷っぽが湧くからさ、まあ、いい感じにレベル9とかなって、稲田とかも覚えれるからさ。稲田をちょっと覚えに行きたいな。まあ、そのためにはちょっと野生モンスターが湧いてないときは、キルとかもね、補っていきたいね。キルとかで補っていく。そういうプレイでやっていきたい。さあ、捕まえて。いやー、妨害無効で捕まえれんかった。最悪。しかも、どっか行っちゃった。ファイアローがやばそう。ナイスナイス、戦ってる。ファイアローが戦ってる。行かなきゃ。これいけそう。ラストボタンからの熱湯でしっかりと焼き尽くしておいて、捕まえた。からの、引き寄せる。いや、引き寄せれんかった。最悪。まあ、でも、ネット一旦吐いておいて、逃げつやっていくか。あんまり調子乗ると死ぬからね。いや、ナイス。撤退しよう、撤退でいこう。なんか、名前が、何それ、何、なんか、なんとか家族っていう名前。浦安鉄筋家族みたいな名前してるんだけど、なんか、そんな間抜けそうな家族名じゃなかったからさ。
あと1回レベル上げちょっとしていきたいな。あと1レベル、あと1レベル上げれれば結構いい感じになるからさ、ネット吐いて、ネット吐いておいて、まあ、あとはファイアルに任せるか、やれそうだし。いやでもなんかちょっとしんどそうだな、しんどそう。よし捕まえて。いや最悪、ネット吐い、ネット吐けんかった、吐けた、ネットでかいぞ、ネット吐けたので、海流からはしっかりと逃げていきたいんだけど、どうしよっかな。一旦ちょっとネット吐いておいて、テレキネンスも打っておいて捕まえるか。ナイスで引き寄せて、お前はもう袋のネズミや。いいね、ナイスチームワーク。いや素晴らしい、耐えた甲斐があった。テレキネンスで、テレキネンスでちょっと耐えるだけで、あとは味方が寄ってきてくれるみたいな、マジ最高だからね本当に。ヤドランは思った以上に、体力以上に特性で硬いからね。まあ、一旦ちょっとやりつつ、こいつ一旦捕まえるか、捕まえて、一旦捕まえておいて、バインドしておいて、耐えつつ、あとテレキネンスもう一回打って、いやーしゃあねしゃあねしゃあね。あとファイヤローにやってもらう、頑張ってもらうしかないね。ナイスナイス、やると。やるとね。やられそう。うわ、どうだ、いけるか。うわ、やばい、やばい。ナイスゲップ、いいね、ナイスゲップ。お前のゲップを信じてたぜ。素晴らしい。もっと、もっと俺もね、合わせていかんとね、やっぱり。アタッカーが狙ってるとこしっかりと狙っておいて、で、潰していくみたいな。やっぱネットのアップグレードもちゃんとしていきたいよね。そしたら蒸気の範囲が広がって、火傷状態とかにも、差し出しやすくなるからさ。でまあ、ロトムは味方が来るまで待っていこうぜ。でもまあまあ来なさそうだから、まあ、ロトムはさ、取られてもさ、全然一人じゃ取り行くの正直無理だから、取られたら取られたで、あのこのゴールで処理しちゃえばいいからさ、撤退しよう、撤退しながらレベル上げするのが結構手っ取り早い。ファイアローもレベル上げとかちゃんとねやっていきたいだろうし、ファイアローがそっちからになったらちょっとこっちをあれね、枯らさせてもらっていくか。もう13レベル目指せ、目指せ13レベル目指してるんで自分。でも最強のアタックはヤドラにならなきゃいけないんで、ネット吐いて、じゃあな。あれ、やけどで終わった、多分。何、終わらないと。終わらないと、たぶん欲張りすぎに多分やられっから、まあ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 。まあまあまあ。結構硬くね、ぷくり。ユナイト吐いた、なんかぷくり。なんかそんな気がするんだけど、回復、ユナイト吐いた臭くない、ぷくり。だとしたら、なんかフリーズ始まってすぐにやったりできなさそうだから、結構嬉しいかもしれんね、もしかしたら。間に合うかな、ちょっと一旦デスボタン吐くか。吐いておいて、あと味方が来るまでちょっと熱湯とかで耐えていこうか。敵演出とかで捕まえつつね。まあ、でも敵が逃げるんだったらば、いいから全然。さて、かじり亀ちょっと欲しいな。かじり亀欲しいから、これちょっと寄ってもらおうぜ。で、レベル13になって、敵演出でアップグレードされると、確かなんか射程が広がって、かつ弾速が広がるみたいな感じだからね。弾速もね、ちゃんとね、上げていきたいよね、やっぱりね。集合できるかな、これ。敵がもう2人いるのは分かってるんだよね。結構分かりきってることだから、結構しんどいかもしれないんだよね。でね、テレキネシスで捕まえたいんだけど、なかなか寄ってきてくれんから、ちょっとあれなんだよね。ピカチュウ捕まえたら結構でかいんだけどさ、やばそう、やられたな。じゃあ、あいつ捕まえろ、こいつ。一旦こいつ、捕まえた。捕まえておいて、ネット吐いて。ナイス、ナイス、ネット吐いておいて。破壊構成痛かったけど、まあ、あとはしっかりとネット吐いておいて、ネットって結構何人にも当てたりもできるからね。まあ、でもしゃあない、これ、いや、やばいな、やられちゃったな。やばい、ここでファイアローがやられたら結構やばいかも。結構まずいかも、それ。だいぶまずいかもしれんな。で、プクリンは、まあ、無視でいい、無視でいい、無視でいい。プクリンはまあ、いや、これ捕まえに行くか。そのまま継戦しに行く？ありだな。ラストボタン切って、捕まえて、捕まえた。やっていいよ。ナイス。で、ネットを吐いておいて、あとはみんなで殴ろう。オッケーオッケー。で、これでもう相手のタンクいないからね。なんで、あとは、殴りつつ、敵ちょっと焦らせに行こう。痛い。ナイスナイス。いないと吐いておいて、ピカチュウをしっかりと。引き寄せたのは良かったんだけど、まあ、でも、一旦引こっか。一旦引くわ、俺。体力ないのやばそうだから。で、ファイアローは体力あるから、だからファイアローと一緒になんかいろいろやっていくみたいなイメージでやっていこう。ナイス、取ってる。マジか。マジか。それ取ってくれてんの、超ありがてえな。俺もちゃんとマップちゃんと見とけばよかったな。じゃあ、ちょっと100ポイント決めておいて。でも、テレキネシスもね、アップグレードできてるからね。だから、あとは、やっていこうか。これ飛んでもいいかもしんないね、これ。飛んでおいて、で、捕まえて。捕まえんかった。ちょ、誰、マジだれ、マジだれ、マジ。早く戻んないと、これ。早く戻んないと。ネット吐いて。あいつ死んだな。オッケーオッケー。そう、味方も復活できるだろうし、あと敵もそんな寄せてないだろうっていう判断で、まあ、同じとこに団子で行ったんだけどさ。で、まあ、あとは、さすがにもう敵行きそうだから、ここにいておいて、テレキネス、なんだとお前、そういう感じか。いやでもプクリン買って
超勝てやぶくり。でもやっぱネットをね、敵が固まってるとこにね、ブシャーってやっていけると、気持ちいいよね。敵の体力が蒸発していくのがね、もう手に取るように分かるからね、ナイスゲーム。おーし、頑張っていくか。いや、まずは上レーンで、進撃メガネ、どんだけね、積んでいけるか。メガネを、いや、なんか猛攻ダンベルはま筋トレしてるっていう感じあるけどね、メガネってなんだろうね。どうやって上がってんだろうね。わけがわからんね。まあ、とりあえず水鉄砲をしっかり当てておいて、まあ、ルカリオの分もね、しっかりと、ね、削っておいてあげて、でかつ、もう速攻ね、先陣を切る。これがイケメンヤドランよ。で、かつ、もうちゃんとね、ゴールもね、バチバチにちょっと決めていきたいからね、やっぱり、猛攻ダンベルの力を、猛攻ダンベルじゃねえけどな、進撃メガネの力を、存分に、十二分に発揮していきたいからね。まあ、でもこれはしゃあないな。ルカリオもね、ゴール決めたいだろうしね。で、これはもうね、ちょっとやるしかない、これは。うれい。いいね、いいね。あとはしっかりと、こいつも、ちゃんとね、水鉄砲とか撃っておいて、ナイス、いいね。いいね。俺もエナジーが、1ポイント欲しかったぜ。まあ、しゃあないね。こればっかりは。こればっかりしゃあないね。で、俺も4レベルになっておいて、ネットを使えるようにしとかないとあれなんで。まあ、でもさすがにもう決めにもよけないし、あそこのザリガニ買いに行ったら遅くなっちゃうからね。アブソル、お前それ隠れてないんじゃないか、お前それ。いや、でもなんかやれそう。いや、最高、マジ。まずは1匹持ってって。で、しっかりと怠ける持っておきながら、うれい！ネットをしっかりと吐いておいて、いいね。で、まあ1ポイントずつやって、1ポイントずつ決めてこう、1ポイントずつこうやって、小刻みは小刻み。時代は小刻み。しっかりと小刻みに決めておいて、で、相手の分のエイプも買っていきたいからね。相手の分のエイプもちゃんと買っていこうか。ナイスナイスナイス。取られちゃったね。まあまあ、しゃあない。じゃあ、なんか敵の上レーンのやつ心折れて、なんか下レーンかなんか行ってるんじゃねえかな。なんか、少なくなった気がする、敵の数が。そう、なんか少ない気がする。あれか、このアブソルは、あれだね、上レーンゴリ押し戦法のアブソルな気がするから、まあ、そういう戦法なんかな、わからんけど。さあ、とりあえずネットを吹きかけておいて、攻撃力も下げつつ、とりあえず割れたらなんとか割るかの精神でいく。ナイス。割っておいて、で、かつ、テレキネシス覚えておいて、テレキネシスで、おつけ。で、一旦ね、攻撃力下げとこうぜ。しっかりと、火傷にさせておいて。ナイス、いいね。こう、ワンチャンさ、かじり亀をね、欲しい、やっぱり。まあ、でも、上レーン割れてるんだったら、ロトム取るっていうのも全然ね、ね、意味合いが出てきたりもするからね。あ、ロトムをね、相手の、一番奥まで突っ込めればいいんだけどさ、でも野良でそれやるのって結構まあむずい。まあ結構まあ正直結構むずいとかあるから。さあ、テレキネシスで捕まえておいて、引き寄せますよと。で、ネットを吐いておいて、動きも遅くしつつ、カビゴンしゃぶしゃぶで、カビゴンをしっかりと、しゃぶしゃぶってやっていく。このスタイル。で、メガネもちゃんと積んでいこう。で、テレキネシス使って、で、引き寄せて、はっはっはっは。アブソルがいると。いや、このアブソル多分めちゃんこうまいぞ。めちゃんこ火力出してる、このアブソル。なんか、そういうアブソルがいるときに、テレキネシスで、あれできるとさ、敵をさ、捕まえたりできるとさ、一瞬で敵が溶けていくからさ、おもろいんだよな。注目って言ってる。ね、買っていいってこと？枯れってことなんだろう、きっとね。いや、なんかいる。これなんかいるわ。なんかいる。いや、なんかいたな。まあ、とりあえず、テレキネシス撃っておいて、マップ見よっか、一旦マップ見とこうか。これ一旦ちょっとラストボタン吐くか。来いよ。これねえだろ。とりあえず一旦ネット吐いておいて動き遅くしておいて。さあ、待った甲斐があったぜ。ナイス。で、ネットも吐き散らかしますよと。いいね。テレキネシスでさ、こう、ね、味方を一旦待つっていうのができるのがいいよね。とりあえず、ヤドラン硬いからさ、まあ、とりあえず、一目散に逃げる前に、テレキネシス撃っておいて、マップ確認したから、まあ、味方とね、どんだけ離れてんだろうみたいな、そういうの見れたりもするしね。ハイロが多分飛んでくるから、オッケーオッケー、大丈夫だったね。オッケー、じゃあ、テレキネシス撃って。いや、最悪。まあ、ネットワークがいったネットで吹きかけておいて、ラストボタンもないな、もう残ってないな。ナイス！いいね、ピカチュウ！助かった。超助かった。うん、撤退気味でいこう、これ撤退気味でいこう。このツンベアだけ買って撤退でいこう。アブソルがいなくなってっからね。あとは下レーンとか。いや、このチームなかなかいいぞ。めっちゃいい感じ。しかもレベル上げもね、ちゃんとね、結構できてるから、13レベルでテレキネシス、強化テレキネシスを使える可能性とかもじゃん高まってるから、テンション上がりまくりよ。ヤドランといえど、やっぱね、もう火力は夢見てるんで、もう、
13レベルでテレキネシスもねバシバシにやってきたよね。でカイリュウがいるんだったらダッシュボタンでしっかりと一旦逃げつつで、まあカイリュウ引き寄せの法則引き寄せていけ、さあ引き寄せて、うわ妨害無効だ最悪。まああの撃っちゃえばいいんだけどイナイトさん、でも味方がいる時に焼きたいな。まあでもこのカイリュウはいいや、このカイリュウはちょっとあんまもう正直死にかけのカイリュウって感じだからさ。そうだよね、死にかけだよね君ね。なんで一旦引きながらなんか一人とっ捕まれたらいいんだけどさ、俺が捕まえに行くか、一旦ネットだけ吐いておいて、で敵が多分ファイヤローかなんか来ると思うんだよね。一瞬一瞬なんだけど、ちょっと吐くか。なんか吐きたいな、あと一回どっかで吐きたいな、一回どっかで吐きたい。ナイス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 、でかい。さあ捕まえてよ、あ待って最悪、いや捕まえ、一旦捕まえるわ、こいつ捕まえるわ、一旦捕まえておいて、一人やれば楽になる。ナイス、一人やるだけでだいぶ楽になるからね。痛い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 、よーし、いいね。これがもうただの快感のユナイトだね。もう快感。別になんか、吐かなくてもいいけど、吐いとこうかユナイトだ、とりあえずね。で、中央レーンとかマジでもったいないから、ここら辺もね、ちゃんと買っていこっか。でも、ロトムは多分、アブソルとルカリオ二人でなんかもう、一瞬でやりそうな気もするんだよね。でも、ちょっと行ってあげた方がいいかもしれんな。野生モンスター狩りよりも。まあ、でもなんか、敵見えてないから、いけそうだね。ファイヤローが来てるけど、そう、一瞬でしょ、なんか。かじり紙マジで一瞬だったもんね。マジで。で、12レベルでしょ？いいぞテレキネス、弾速と、あれが、弾速とさ、なんだっけ。射程が広がるだけでだいぶ変わるからね。ピカチュウも軽く感じてるね。だいぶ。で、撤退ちゃんとやってるって偉い。ロトム取って、まあ、ゴリ押しして、慢心して、死なずにしっかりと撤退やれてんの、マジで偉い。俺と同じ思考してる。偉すぎる、マジで。あいつとはね、もうチームワーク、いいチームワークできそうだ。で、ああいう海流とかをしっかりと、仕留めに行きたい。止めるかな、ダッシュボタン入って。で、止めろ、動きを。そう、こういうこと、浮かせますで、熱湯で、じゃあな。いいねー。いやー、熱湯とテレキネシスがもうウキウキしてるのがもうなんか伝わってくるよ。で、まあ時間的にも余裕らしい。これは野生モンスター狩りよりも、まあ、かじり亀集合しておいて、まあ、潰そうぜ。でも13レベルだよこの子やばいで。でガブリアスが上のやつ全部買っちゃいそうだから、まああれはでもしゃあないね。まあ殴りつつやっていこっか、じゃん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 やっていこう。でファイヤローがどこいるかわかんないんだけどさ、まあでもいねえからもう殴っちゃっておいて、でそこのやつをちょっと取ろうと思ったけど、まあ引くのがなんか正しいね。でオッケー、ハサミ打ちってことだろう、アブソル分かってるよ、わかってるぜ、アブサル。ハサミ打ちしに行こうぜ。ハサミ、あ、これちょっとファイヤルやるしかねえな。どっから来るか分からん。こっから来ると思うんだよ。ファイヤル来た。ファイヤルしっかりと動き止めて。いや、最悪。13レベル慣れればなって感じなんだけどさ。来た。テレキネシス、レベルアップで、アップグレードされて、俺のテレキネシスは射程範囲、広がったぜ。めっちゃ広いな。めっちゃ広いな。まあ、しゃあねえ、こいつは。カビゴン一旦ちょっと。待とう。待っておいて、で、カビゴン動き止めよう。うわ、マジか、最悪。細いからな、線がな。結構しんどかったりすんだよな。うわ、マジか、一瞬じゃん。さ、ネットを吐いておきつつ、で、ここにいないと吐くのちょっとちげんだよな。だからまあ、もう殴っちゃおう。相手のファイヤローが来る前に、殴り散らかしちゃおうぜ。で、あとは、真ん中、どっから来る？敵来ねえぞ、なんか。おらんぞ、敵。動き止めます。止めます。ナイス。もう一丁動き止めます。一発止めて二回目を止めていくこのスタイル。マジで快役すぎる。帰りを二回も置き止める。じゃあちょっとなんか上レーン壊しに行くか。暇だし。僕ちょっと50壊しに行こっか。いやでもニーフィアもね、よく俺と一緒にね、帰りやってくれた。マジでありがてえ、あれは。ほんとありがたい。あ、ま、飛ぶな、あ、ちょー危なかった。危なかったぜ。ヤドラン、お前何やってくれとんじゃん、俺。さあ、しっかりと、ニーフィアと一緒に、ハイパーボイスと熱湯で炙っていこうぜ。マジ気持ちいいんだけど。熱湯吐いておいて、火傷にしつつ、で、テレキネシス打っておいて、潰しますよと。で、カビゴンも熱湯吐いておいて、テレキネシスまだかな、こいつ炙りたいんだけどね。まあ、でも終わったな、あいつは。じゃあ、熱湯吐いて、さらば、2連キル！いいねー。はっは。ちょ、ボタン間違え、操作間違えて、飛んじゃったんだよな、ファイヤロー。やべ、ファイヤロー中央から来てる、止めなきゃと思って言ったら、飛んじゃったんだよね。まあ、しゃあない。あ、来てる、カモが来てる、カモが。
待って、テレキネスちょっと打たせろ、お前それそれは打たせろよ。おー動きが早い、図体に似合うと動きが早いぞな。で、あの海竜、海竜をちょっと止めなきゃいけないんだけどさ、ちょっと一旦テレキネス履いて、あえテレキネス履けなかった、マジか、最悪、履けと思ったら履けてなかったんだけど、まあでもそう、よほどのことがない限りはね、ほぼほぼ多分勝ちよな、きっとな。ナイスゲーム。いや味方ねめっちゃ強かったので、俺も2連キルできて、もう最高。あとは海竜に2連キルよりもあれ気持ちいいね、イナイトザーでヤーンキネシスで長時間拘束からの終わった瞬間にスロ最高キネシスでもう一回動き止める。あれクソストレスだろうなあいつ。やばいだろうな。おーし頑張ってこうぜ。まずはあれだね、特攻をね最大まで高めてからね、そっからのもうなんだっけ、熱湯よ、熱湯で世界を取るぞ、てっぺん取るぞ。で今回はあれだね、中央レーンが S 場なんで、まあ、しっかりとね中央レーンの人にもうサポートしてもらいながら、メイン火力がエースバーンとかそういうのじゃないから、もうメイン火力はもうヤドラなんで、やっぱり熱湯ヤドランの時代をね、一時代を築き上げていかなきゃいけないからね。でいいね、ルカリオもしっかりとね、この上と下に分かれてくれるのマジありがたいよね。同じこうやって最初決めて同じの取っちゃうとさ、どっちか一人しかゴール決めれないみたいになっちゃうからね、結構ねしんどかったりするんだよ。俺火力猛攻ダンベルでゴールチェンジできずにあんま決めれなかった時ってすっごいちょっとストレスがたまるから、ここだけの話結構割りかし萎えちゃうんよな。割りかしそうゴールチェンジできなかったらもうあの3割ぐらい萎えて、あのねそんな感じになっちゃったらもう結構ねもう10割増しぐらい、10割増しはもう終わってんな。そんなにないはせんけどね。まあまあまあ、しゃあないとき、しゃあないもんはしゃあないからね。ちょっと取っていくか。取る。よし、結構取っていける。ネットを最初に覚えるだけで結構変わるからね。で、やっぱり最初にゴールチェンジできて、ちゃんとゴール決めれてれば、ネット結構ダメージとか取れたりもするからね。わぁ、いい火力。もう、じゅわじゅわってやって、うわぇ、ルカリオくん。あげないよんと。でも10ポイントはさすがにもう止めれんから、あいつはもういいとして、で、あれだね、敵のルカリオにもう5レベルなってんだよな。なんか、味方のルカリオの名前なんかやばくなかった。人生何太郎、人生歪め太郎。いい性格してんな。人生歪めに行ってんだろうね、きっとね。知らんけど、性格とか歪んでそう、もう。そんな。なんか言霊ってやっぱあるってよく言うからね。さ、これルカリオに、相手のルカリオにさ、なんかいい感じにさ、ダメージ与えれたら結構いいよね。で、S バが下に、OK、任せろ。任せな、S バ。お前の意識は汲み取ったぜ。行こうぜ。バチバチに押していこうぜ。そうだろ。違うの違うのか。まあ、でも先にあれだね、これ上から入って、カビゴンとかの火力をちょっと、エスバやって、ナイス、エスバやっておいて、テレキネシス覚えておいて、テレキネシス使って。くっそ、マジか、最悪。ネット入って、ナイス、これも行くしかねえ。ナイス、ブレイズキック。あとは任せろ。俺が前をバチバチに張るから。やけど状態にしとけばなんかこういい感じ。でもこれ一旦引くしかねえな、だいぶな。ちょっときついな、だいぶ。アマージュが辛いけど、アマージュやれそう。ナイス、いいね、ピカチュウ。最高。あとはでも、ちょっとテレキネシス一旦ちょっと、こっち引き寄せるわ。引き寄せておいて、いやー、さすがに、あ、取れた。マジか。意外と火力あるんだね。意外と取れるんだね。S 番7レベルか。いやーどうしよう。なんかもう殴りたくなってきた気持ちもある。ワンダウン取ったらもう殴りに行く。割とあり。さあ、ルカリオはしっかりと。カビゴンもあとは捕まえる。ちょっとなんか、妨害向こうだ。ナイス、いいね。で、あとはしっかりと。ネット、いいね、素晴らしい。あとはもう適当にアマージョとか狙って、ネット入って。いや、バカ、そうじゃねえだろ。ちょ、ルカリオ止めたい。くっそ。ルカリオじゃなかった。俺、S 番やられたわ。ただ、S 番 VS ルカリオだったら、さすがにルカリオの方が分がありそうだからね。まあでも敵が戻ってきちゃったから、あれかな。ちょっとしゃあないところはあったりもするかな。まあ、ロットムは取られちゃっても、まあなんとかなりそうだから、ちょっとユナイト座をね、覚えていきたいんだよな。ユナイト座でなんか、今回敵の中央連って誰だったっけ？アマージョかな？わかんないんだよな。あ、S 番かな？ S 番っぽいな、敵のね。S バっぽいから、S バさえ止めれればなんとかなるけど、でも怖いの、でも S バよりアマージョの方が怖い感じあるな。ラストボタンからの、おっしゃ、
捕まえたからの使っておいて、であとは惜しいね、めっちゃ捕まえたんだけどね。あとはしっかり妨害無効カビグオンにしっかりとダメージ与えていきつつ、であとテレキネス相手、いやーオッケー、ナイスナイス、いいね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 、ネット相手ネット相手、ナイス、危ない取られそうだった。でも人数より作れてるんだったらもうバチバチにちょっと殴っていこう。てか向こうに相手テレキネスも使って妨害無効か、何、いやこれねユナイトだね、ちょっと温存でいくわ、あの多分普通にやれるから、ナイスやったね、痛い、う痛い、う痛い、うって感じ、やれるやる、それナイス。ロトムどこまで来てんだよお前さ。かまってロトム、かまちょロトムが来たね。相手に一向に相手にされないから、かまちょロトム来たんだけどさ、ちょっと撤退でいこう、撤退で、結構被害大きいから私やめよう。でこれ借りに行こう、これだけ買っておいて、そうだな、アマージョかな、アマージョが一番きついかな、だからアマージョを止めようぜ。エスバもエスもちょっと嫌だけど、いやだ、やっちゃ嫌だけどさ、まあ、やけど状態にしちゃえば、いかにやけど状態にできるかっていうのは結構大事な気がするね。これもしっかりと取られないようにネットで、よし取っていく、ナイス最高。味方のルカリオか、いやこれもカジリガメちょっとなんか殴りながら敵の動き見るわ。ルカリオも結構めんどくさいけど、アマージョいないな、アマージョいないんだったらルカリオかな、ルカリオ止めに行こう。ルカリオ止めた、捕まえたー。殴れ殴れ殴れ、人生人生舐めたろ、殴れ、うわ取られた、最悪、マジかマジか、取られちゃったな。まあいいや。じゃあ一旦ここみんなで処理しよう。カビゴン、まずはカビゴンから。カビゴンから処理しよう。で、あとは、エスバがいるから。いや、違うな。エスバよりも先にルカリオちょっと、ルカリオね、ルカリオちょっと止めれん、俺動き、あいつの動き。マジ止めれん、ルカリオの動きは。あのね、テレキネス意外となんか先端細いのか知らんから全然ダメだからさ。まあじゃあこうなったらば、アップグレードだね、技のね。とにかく、とにもかかりも。技のアップグレードをしてしまわないことにはちょっとお話にならない感じはあったりするから、まあ借りつつやっていこうか。で中央レーン刈らないのかな、ここら辺もったいないから、もうバチバチに、もったいないからもうバチバチに買ってっちゃうよ、もうバチバチにピカチュウと一緒にね。レベル多分俺たちもピカチュウも俺もね、レベルアップグレード、技のアップグレードちゃんとね、やっぱちゃんとやっていきたいから、ここもピカチュウと一緒に爆速で刈ろう。で40は今言ったところで絶対もう間に合わなかったりもすると思うから、まあ優しい、あの子1個くれた。めっちゃ優しい。いやあったけー、あったけー、勝とうな今回。ロトムだね、ロトム行かなきゃ、ロトムロトム行くね俺今から。さあ上で向かっていきつつ、まあ何キルか重ねたら結構いいんじゃないかな。ユナイトザ入ってたね、ただ俺もちょっと派遣かな、ユナイトザは。さああとはしっかりと止めて、よし止めた止めた、で止めておいて引き寄せて、ナイス。ピカチュウお前それユナイト溜まるか、いや溜まるね、ピカチュウはピカチュウ強化されて、ユナイトさんの待ち時間80秒とかなったから、結構いい感じだと思う。ギリ溜まるとかそっち系じゃない、ワンチャン。そうだよね、きっと。止めて、止めて。いやー、ちょっと待って、最悪。よし、ネットで。ナイス、いいねー。間に合ってよかったぜ。間に合ってよかった。で、ネットを吐いておきつつ、あとはカビゴンのあれが終わるタイミングで、テレキネス打って。ナイス。最高。で、あとはどうすっか。多分、ゴールゴリ押しは無理だから、一旦、いや、行きそう。いや、無理だよね。そうだよね。無理だから、カジリガメワンチャン、もう無理かな。さすがにちょっともう、やだな、遅いしな。経験値狩りだね、あとは。野生モンスター狩りだ。野生モンスターだけ買っておいて。だね。それでもう、あと13レベルに限りなく近くしておいて、どっかでアップグレード終わらせれば最高だね。よし、行こっか。さあ、集団戦。バチバチに、やっていこうぜ。これなんかあの敵が真ん中来た時が結構やばいんだよね。でこれねもう殴っちゃおう、ワンダム取ってんだったら殴りつつ、で敵をちょっと寄せよう、こっちに寄せよう、それてかもう集合しよう、こっちでこっちで戦おう、こっちでできればこっちで戦いたい。でカビゴンにユナイトと入っても正直あんま旨味成分ねえから、テレキネスで十分だねお前はよ。いや一旦ちょっと殴っていこう、殴っていこう。でルカリオ止めるわ、ルカリオ絶対しばくわ俺、これルカリオぐらいだったらしばいて意味がある、あいつ火力結構出せるからね。オッケーナイス。でアマージョもしっかりとテレキネス使って、はい、持ち上げますよと。持ち上げてエレキボールだね。えぐいね、やってること。かなりえぐいね。で、あとはもういいや。私らがもういいや。私らがはそんなにもう脅威じゃないから。もうあいつが戻ってくる前に、ね、殴っちゃう殴っちゃう敵が。いやー、めっちゃ綺麗な試合。素晴らしい。綺麗すぎる。文句なし。ちょっと痛い。もうやめて、やめてやめて。やめて。ルカリオちょっと決めちゃって。いや、これはね、一旦これはね、もうこれだね、こうした方が良さそうだね。そうだね、こっちの方がいいね、俺硬えから。そんな一筋縄じゃ
死なないぜっていうプレイをしっかりとやっていこうぜ。ディフポイント決めておいて、ちょっと逃がすかピカチュウだけ。いやごめん逃がせんわこれ。ごめん逃がせんわ。なるたけじゃあ、なるたけ耐えるね。なるたけ耐えるわ。耐えることによって、なんかワンチャンさ、敵が来た時にさ、ピカチュウたちが、の、なんだろう、蘇生がね、死者蘇生が間に合う可能性とかもワンチャンあるからな。残り2秒で止めれた、1秒で止めれた、止めれなかったっていうのは、そんなんで負けたくはないからな。で、まあ、そこのゴールは絶対もう無理だから、まあもうしゃあない、しゃあない。しゃあない、絶対しゃあない。ナイス判断のガリオ。絶対で、良さそう。そこのゴール割られちゃって。やばい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 、100いかれる。くっそ、マジか、やばい。200いかれた。え、やばくね？あれ、まずくね？ちょっと待てよ。結構まずくね？あれ、やばい。あれ、やばい、まずいぞ。最後なんかキルできた。え、やばくね？最後、ちょっと意思の疎通があんまできてなかったな、最後の。なんかね、小学生作家みたいな団子になっちゃったからね。広く浅く守んないと結構しんどかったりするけど。やーぶねー。ナイスゲーム。